プールサイドの皆さん、こんにちは。水中課程教師です。今回はバタフライの初心者と経験者の泳ぎの違いについて説明をさせていただきます。個人レッスン、グループレッスン、撮影付きグループレッスンを開催中。ご興味ある方はこの動画の概要欄よりどうぞ。これは平泳ぎ同様、当たり前というか体の可動域がまず違います。肩周りや胸椎などなど、今すぐ真似できることできないことがあると思います。泳ぎの練習と並行してエクササイズで改善していきましょう。何か一つからでも参考にしていってください。上半身の動き、初心者。腕の動作は横に大きく広げてから縦に押します。広げ始めるのは潜ってから体が浮き始めるタイミングです。横に広げる利点は体が浮きやすくなること。縦に押す力だけで体を浮かそうとしても疲れるだけであまり浮きません。体が楽に持ち上がると縦に押すのにもそんなに力がいらなくなります。力を入れなくても進むようになります。体が持ち上がると腕を前に戻す動作も楽になります。呼吸は腕を広げた後に顎を持ち上げてください。口は水面ギリギリは慣れたスイマーがやることですからね。もうこんなことをいきなりやろうものなら、水飲み放題1名様ご案内という感じでしょうね。顎を上に向けていいので、口をなるべく水面から離してください。呼吸またはストローク動作が終わったら、上半身をしっかり沈めて腰を浮かしてください。前に体重移動させたい。経験者、腕の動作は少しだけ横に広げてから縦に押します。腕が適切な高さまで上がってきたら多少横に広げます。体の幅ぐらいは広げますが、それ以上は横に広げずに縦に押し始めてください。体を浮かすのはうねり、体重移動に任せます。純粋に前への推進力を生み出したいので、縦の動作を重視します。リカバリーの腕は水面スレスレで戻すのが個人的には負担なくて好み。ただ肩が十分回る方は必ずしもスレスレにする必要はないと思います。入水ではあまり腕を沈めません。沈めたいのは頭よりも胸、チェストダウンをしたい。呼吸、少し広げた後に縦に押し始めと同時に呼吸を開始します。この時の顎の位置は水面ギリギリ。まあ不意に波が来て水を飲んでも仕方ないですよね、早く泳ぐためだから、という精神で私はやってましたが、正解かどうか分かりません。まあおのおの水飲み放題を回避してください。呼吸にあまり時間をかけず入水動作に移ります。この時沈めるのは胸、できれば腕はあまり沈めない方が素早く次のストロークに移れます。下半身の動き、初心者。キックはワンキック、もしくはしないでもいい。スピードは求めないでいいです。とにかく泳ぐこと、泳ぎ切ることが目的であると考えるとね、キックはそんなにドカンドカン打たなくても大丈夫。上半身の入水後のタイミングをめがけて1回打つだけで十分。体重移動の助けにしたい。経験者、キックは2発、腕の入水後に1発。ここはさっきと一緒。もう1発はストロークの水中シーンで打ちます。前に進むためというよりかは加速のためのキック。膝を曲げる動作にあまり時間をかけず、さっと曲げてストロークに合わせて打ってしまいましょう。スピードを出したいバタフライの場合はストローク動作と上手に合わせることにより、より加速が期待できます。第2キックの重要性が増します。うねり、初心者は大きくうねります。呼吸後に上半身を沈めて腰の位置を高く持ち上げて前への体重移動を促す。一旦沈んだ体は下を向く、前を向く、上を向くという段階を経ます。この上を向いたタイミングで腕の動作を開始してください。横に広げる動作ですね。体が完全に水上に浮き切ってからストロークを開始するのではもう遅いので、体が浮くちょっと前のタイミングでストローク動作を開始すべきです。そして実は公式ルール上、完全水没は失格です。だから何、別にレース出ないし気持ちよく泳ぎたいという方はそれでもいいんですが、ルール上認められたバタフライを泳ぎたいと考えているなら、うねりをコントロールして深く潜りすぎないようにしていく必要はあります。バタフライ上達のために十分試す価値があります。経験者、うねりをしていないわけではない。ほとんどの場合うねっていますが、分かりにくい、無駄のないうねりになっています。腕の位置はあまり沈ませず、その代わり胸を沈めて腰の位置は高い。こうすることでうねりの恩恵は得つつ、潜りすぎによるテンポダウンを防いでいます。
フラットバタフライも実はうねっています。心得ましょう。そして初心者だろうが経験者だろうが絶対にサボれないポイントは、まあほぼここまで言っててわかると思いますが、グライド、毛伸びの姿勢です。ここだけは、他忘れてもここだけは頑張ってみてください。はい、今回もちょっと時間が余っておりますので、内容に関連した動画をご覧ください。プールサイドの皆さん、こんにちは。水中家庭教師です。この間バタフライ1時間耐久という若干頭のおかしい動画を出したのですが、その時に撮った動画が実はまだ余っています。あんだけ頑張って暇な思いをしてバタフライを1時間泳ぎ続けたのに、それだけで終わりだとちょっとね、心情的にやるせないので、もう一本作らせてください。今回は高校生が撮ってくれた動画を見ながら、楽なバタフライを泳ぐコツを喋っていこうと思います。まあ、前提というかね、なんていうか、決して上手なバタフライではないし、競技規則には抵触するような泳ぎです。どこら辺に抵触するかというと、競技規則第8条の5。A 社は、スタート後、折り返し後は、水面に浮き上がるため、水中での数回の蹴りと、後方への1回の掻きが許される。スタート後、折り返し後は、体は完全に水没しても良いが、壁から15メートル地点までに、頭は水上に出ていなければならない。また次の折り返しゴールまで体は水面上に出ていなければならない。潜りまくってましたので、ここに抵触します。ずっと水没してるから失格です。他にもよくよく見ると足がバラバラだったりくるくる回っていたりするので、失格要素はそれなりに盛りだくさんだったのかもしれない。でももう忘れました。もしあなたが世界水泳やオリンピックで金メダルを取りたいと思っているのであれば、この泳ぎは真似しない方がいいです。もしあなたが試合に出ないのであれば、この泳ぎでも十分。そしてもしあなたが試合には出ないけどルールにはこだわった泳ぎ方をしたいのであれば、この泳ぎだと不十分。あなたのプール仲間とか知り合いにもこういうのに細かい方いらっしゃるんじゃないですか。深くは言いませんが、ならなおさらどっちのバタフライも泳げるようになっておいた方が得ですね。楽に失格を回避する方法は動画後半でお伝えします。まずは先ほどから流れていますが、これ上からの動画ですね。どうやって撮ったかっていうと、3メートルぐらい伸びる棒の先っちょに GoPro をくくりつけて高校生に撮ってもらいました。まあ、ストリームライン組んでないですね。腕の幅、腕の間隔が結構広いです。なんでこれこんなに間隔を広くしているかというと、楽だったから。1時間泳ぐ場合は、なんていうか、徹底的に楽な姿勢を追求しました。そうなった結果がこんな感じ。25メートル泳ぐだけだったら別にこれ普通にストリームラインの姿勢を組んでいいと思います。なんていうか、本当にいつも通りの泳ぎだったら組んでて全然よかったんですけど、1時間やろうと思った場合、これね、本当になんていうか、組むだけでもきつくなるような予感がして、途中から結構割と広めに話してました。あとは体がきつくて左右の手を近づけるのがきついという方は、これくらい開けちゃってもいいと思います。もちろんストレッチをして柔らかくする努力をしてあげると、もっとかっこいいバタフライだったりとか、もっと綺麗なバタフライが泳げるようになると思いますので、その努力は別でしていってください。頑張りましょう。キックも第一キックのみですね。もう正直打ってんだか打ってないんだか分かんないレベルのキックです。キックも推進力にはなってると思うんですが、この泳ぎだと一番の推進力は、なんていうか、この体が前に突入する勢いで体重移動が起きてる、ここかと思ってます。そしてまだ腕の話に戻るんですが、ストロークの開始時に結構大きく横に広げてますね。なんでこんなに横に広げているかというと、力が入りにくいからです。力が入りやすい姿勢でやってしまうと、とても1時間持たないので、こう腕を横に逃がして楽で力が入らない姿勢からストロークに移ってました。普段自分で泳いでいるようなバタフライに比べるとはるかに疲れませんでした。ただし力は使っていないので、推進力も必要最低限。次、水上の横からの映像です。上半身は結構深めに入れてますね。これは体重移動のためです。体重移動がある程度うまくいっていると、先ほども言いましたが、キックを打たなくても下半身を浮かせることができます。リカバリーの腕の軌道は低いです。腕は低いんですけど、体は持ち上げてる感じ。そのまま水中横からの映像、ほらこんな感じに上半身をズブーって入れて体が浮き上がるのを待っています。ほら、この間何もしてない、サボってる。このサボりも必要なんですね。ストロークのペースは結構ゆっくりです。そして今くるくる回転しますが、これは単に暇だからやってただけで、バタフライとは全く関係がありません。お、ちょっと今面白いのがありましたね。腕を前に戻した後、小指が下向きになっている時があります。こんな前習えのポーズみたいな感じ。これやってあげると肩が楽なんですよね。再びストロークキャッチ動作を開始するときは、小指が下向いたところからくるっと手のひらを返すようにしているのが分かりますでしょうか。
そしてお待ちかね、失格を免れる方法ですが、要は全身が水没しなきゃいいんです。体の再突入時から足が水面にギリギリ出ているところをキープすればそれでもうセーフ。足が水上に出ている分潜れる深さは制限されますが、それでも前に体重移動させるには十分な深さです。余談なんですが、私ってちょっと性格がひん曲がっているので、その重箱の隅をつつくというか、ルールのギリギリをかいくぐっていくような泳ぎがすごい好きで、だからなのか分かりませんけど、なんていうか、その従来の泳ぎ方にとらわれない斬新な泳ぎは見ててすごく楽しくなりますね。そして水中下からの映像です。腕はゆっくり動かしていますが、割と早めにプッシュ動作を切り上げリカバリーに移っています。それも体の近くで押し切るというよりは外に流すような動作です。本日は先日出した動画、楽に泳ぐバタフライ1時間耐久でやってた泳ぎとは全く違った泳ぎ方を紹介いたします。短距離でスピードを出すにはもってこいの泳ぎ方ですが、若干かな、人によってはかなり疲れる。この泳ぎは俗に言うフラットスイムというものです。フラットは日本語で平らという意味。このように楽な泳ぎと比較してみると、あまり潜っていないのがわかるかと思います。潜っていないのでストロークテンポは上げやすいですが、その分疲れる。潜る深さを浅くしながら泳ぐのはちょっと難易度が高め。この泳ぎ方を目指すのに向いているのは短距離を早く泳ぎたい方、逆に長距離やゆっくり楽に泳ぎたい方はこっちの泳ぎがいいですね。今回の動画ではフラットに泳ぐコツについてお伝えしていきます。うねりを抑えること。うねりとはバタフライを泳ぐ際に発生する上下動。ただ速いテンポで泳ごうと思ったら、このうねりの動作が大きすぎると泳ぎにくい。うねりの大きさをコントロールすることが必要です。また解説します。浮力によって体を持ち上げる技術。フラット、平らだからといってあまり潜らないで泳げばいいと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、平らとはいえ、ワンストロークの開始から終了まで全部水面で泳ごうとしても体を水上に持ち上げるのが難しくなります。体を水上に持ち上げるのに一番必要な浮力は、一度体を水中に沈めることで発生します。潜ってから助走をつけて体を持ち上げる。何度も言っているかもしれませんが、これは絶対に押さえておいてください。でも浅く平らに泳ぐことを推奨しているのに、なぜ沈ませる、潜らせることが重要なんでしょうか。なんか不思議に感じませんか。そうなんです、実は深めに沈める箇所と水面に残す箇所があるんです。これを把握して実践できると、水上に飛び出す力は確保しつつ、うねりの大きさも抑えて平らに浅く泳ぐことが可能になります。沈める箇所と浮かせる箇所を把握する。泳ぐだけだったら胸とともに腕も深く沈めてしまっていいんですが、フラットに泳いでテンポを上げたいのであれば、胸は沈めたまま、腕は水面近くに残し、腰は丸め、下半身を持ち上げる意識が必要です。胸を沈め、腰を丸めて下半身を持ち上げるのは推進力を作るため、そして抵抗を減らすため。腕を水面に残すのは体そのものを潜らせすぎないため、つまりテンポを上げやすくするため。そしてそれらを行うために必要なのが柔軟性。腕を水面に残したまま胸を沈め、なおかつ腰を丸めるには胸郭部分の柔軟性が必要不可欠です。柔軟性が足りていないのにこの泳ぎをやろうとすると腰を痛めてしまうかもしれません。足りない柔軟性で無理やり姿勢を作って腰を反らしながら泳いで結果的に痛めてしまったら、ねえ、本末転倒じゃないですか。胸を沈めることに関して補足です。胸を沈めるだけだと腕が下がってしまったり、下方向への力が強くなりすぎるという方は、胸を沈めるにプラスして脇腹を前に伸ばすということも意識してみてください。先日のクロールの動画と一緒ですね。体を前に運ぶためのコツです。うねり、浮力、箇所ごとの位置、柔軟性、フラットな泳ぎをしてみたいという方は以上の点に気をつけながら練習してみてください。平泳ぎとバタフライは共通点が多い泳ぎです。どっちかが得意であればもう片方も得意にできる可能性があります。
ただね、キック動作だけは違うので、ここを乗り切ればという話になりますが、はい、諦めずに頑張って練習をしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ルイでした。